ああ、これどうする?葉っぱ人全員助けるまでは夜の探索も行きたいんやけど、まあ新マップ行けるようになったってわけでしょう。まあ新マップ見に行くかい?あ、違うんや。新マップは出てないのか。ああ、なるほど。あ、じゃあ、パイロットこの中にいるんでしょ、どうせ。おい、いいんだろ。おい、聞こえるか?じゃあ、パイロット見つけるまでは、光の蜜取りに行くか。なんか今別に昼探索行ってもそんなやりたいこともないしね。あ、てか全部行けなってるやん。へえ。じゃあ浜辺の方行ってみます？浜辺のラッパ花砂漠。これ別に危険度上がったからって蜜いっぱい出るとかないんよな。じゃあ危険度は低めで行ってみますか。え、つかこれ実際危険度って何の意味があんの？敵が多い分、あれなんかな、光ピクミン増やしやすくて種いっぱいもらえますよとかそういうことなんかな。結局行ったところであの蜜は1個しか手に入れへんのよね。で、光ピクミンの種10って書いてあったけど、これ開幕いきなり、あいつか、あいつ風船どっくりみたいな名前のやつや。そういや、いたな、あの、吹き飛ばしてくるやつな。ピクミンのことを別に殺してはけへんけど、吹き飛ばして花全部枯らさせてくるやつ。で、夜は、はい。海というか水がありますよと。はい、どうも、よろしくお願いします。こんにちは。これ、種はここで使えるってことか。実は、要人の護衛任務の依頼が来た時のために、前々からオッチに教えていたスキルがあるのだ。へえ。へえ?守ってほしい光塚を選んで、オッチにお願いするんだ。オッチが光塚を見回りして、原生生物が近づくと噛みついてくれるぞ。はよ言えや、お前。夜の探索中は隊列から離れるとその場で待機して見回ってくれるからな。しっかり協力して光塚を守ってくれ。はよ言えよ、お前。え、ということは光塚が1個じゃないマップがあるってこと、これ。この言い方やと。確かに光塚になんか青色の光出てるな。そういうことか。じゃあ、オチ、それの見回りよろしく。それの見回り頼んで、まあ、確かにオッチンとは別れてた方が話早いこと多いよな。これ運んで。で、君たちはこれ運んで、あ、これ、あれやん。あの、光塚未満。後の光塚。おとり塚。なんとか光塚を守りきらないとね。ゲゲゲ。これ運べ、これ。よし。みんな続けてるか。君たち足が速いね。いいね。これ運べるかい?で、もう、なんか今、敵が出現した音がしたね。敵が出現した音がしたね。これ運ぼうね。あー、てか、こいつか。センサー爆弾で奴らを待ち伏せするがいい。なるほど。まあ。いて。まあ。これどうしよっかなー。いけ!まあ、これをまとめて倒してもうて、はい。数が揃ったら守りに徹してね。今出てきてる敵が、ああ、左からも来ようとしてるのか。左からも来ようとはしてるけど、結局のところ今んところって、右側の方が数多いよな。よし。オッチンどう?そっち。大丈夫?オッチン行こう。うわあ、あいつ来てんのか。これ結局、投げじゃないとね。はい、はい、光ピクミン大回収。光ピクミン大回収。ああ、マジか。あんまり減らしたくないな、おとり塚。ほい。あ、早っ。お前、早いな。はい。こいつ落として、倒した。よし。ちょっと、行き過ぎました。はい。やばいわ、結構ダメージ。はぁ、なんでこいつ当たれへんねん。なや、あいつ。この辺の敵、よいしょ。まだ覚醒をして、ああ、なんか、タックルで大ダメージを与えられてる。おとり塚が襲われているよ。おとり塚はもうええやろ。おとり塚はしゃあない。こいつの動き早い。よし。はい、はい、回収。うわ、マジか。はい。集合。ちょっと減った。
こいつを落として、うわーちょっと待って、風船どっくりが、え、無理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 、マジ、え、むず、俺様が手伝ってやろうか。はあ、いや、あ、レンジャーに頼む、いるか。いや、これはちょっと無理やわ。一回帰るわ。何の成果も得られませんでした。観察してて分かったんだけど、光ピクミンって死なないみたいだ。え、あ、まあ、死んでるからか。どういうことですか。光ピクミンはたとえやられたとしても光の粒子になって光塚に戻るみたい。へえ。いや、今のはね、完全にあの、やり方を間違えてる。つまりその、敵が襲ってきたタイミングで迎撃を繰り返していると単純にもう物量に負けるから、あれはもう、敵が覚醒してあの、こちら側に向かってくる前から数を減らしていかなきゃいけない。周りにおった、まだその無害な状態の敵も減らしていく必要があったんやと思うわ。まあでもちょっと、あの、順番に行くわ。やっぱ一個ステージを飛ばしたことによっていきなり急激に難易度が上がって、こいつはダメだ。あとフラッシュバーストも使っていくべきやったと思う。自分一から出直します。光の種使うのも大事やったかも。ちょっと数足りてなかったな、光ピクミンの。序盤敵の数が少ないうちに周りにいる、すべて周囲にいるやつを減らす、おとり塚はもう本当におとりにしちゃう、数を増やすを全部同時にやる。で、オッチンは、ほんまに見回りさせとこ。まず、オッチンに、光塚よろしく。で、地図見ときましょうか。おとり塚がここね。はい。あ、あ、ちょっと後ろ側にもあるな。はい、これ、よろしくー。あっちにもあるわ。さあ、来い来い。増えろ増えろ。どんどん増えろ。はいはい、どんどん増えろ。もうこの辺りの、おー、いいよ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 。いいよ。はいはい、全員全員。これ運んで。さて、まあ、この辺りのペルトはこれでよかろう。で、原生生物が、後ろから来るか。これ。原生生物が凶暴化してきたぞ。よしよし。はい、全員これ。あと3人もこれ。そこそこ。あー、葉っぱか。よしよしよし。全員それぶち込んで。いくよ。いけ。たかれたかれ。たかれ、たかれ。いけ、集団でたかれ。光ピクミンちゃんと足りてる？足りてる足りてる。たかれ、たかれ。よし。もうこいつらは突撃や。んーで、原生生物は、まだ来てないかな？あの辺を。この辺運ばしても時間かかるよね、どう考えても。なんとか光塚を、あーれ、投げたら届くかな。届いた。よし。いよいよ、これかなり増えるぞ。オッチン、その辺まだ大丈夫？オッケー、いい感じじゃね？で、これ、回収させて、はいはい、みんなこっち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 よ。これでしょ？で、これでしょ？お、いいぞ！めっちゃ増えてる、めっちゃ増えてる。え、てか、いいの？こんなにおって。よしよしよし。で、そこから、はい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 。なんか、めっちゃおんねんけど。いいのこれ。ちょ、めっちゃおんねんけど。よ、はい。おおおお、数が多すぎてよ。オチ暇してるわ。で、あー、でも向こうから来たよ。いけいけいけ。よしよし。フラッシュバ、ああ、いや、ちょ、突撃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 。で、集合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 。ちょ、あの数。あの集団をフラッシュバースで行こう。ここだ！よーし。よし、いいぞ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 。え、強すぎんか？こいつら。はい、はい、ここから集団。ここから。よし。で、一匹。いけ！落ち寝てるやん。
ちょっと難易度下がりすぎじゃないですか。難易度下がりすぎじゃない。ノーダメやねんけど。ちょっと極端かよ。まあ、でも敵によるな。結局さっきは風船どっくりと、あと団子ナマズ、地面張ってたやつね。やっぱ団子ナマズが強い。あいつらね、なんかよっぽどの数が揃ってないと一撃で倒せないのよな。その周りにたかってるピクミンを一回は吹き飛ばされてしまうので、ワンパンできへん敵がいるってなると、やっぱその時点でかなり苦戦するな。光ピクミンは50から60ぐらいいると、まあかなり安定して戦えるか。こんだけ増やせたらな、もう多分どんな敵が来てもそうそう負けへんけど。あと、いざオッチンに乗らずに自分の足で歩き回って突撃を使いまくると強い強い。突撃強くないか。お、来た来た。じゃあ、君を、わしじゃよ。こいつパイロットのことあるかな。おー、光ピクミンの種めっちゃもらった。この葉っぱ人だがよ、なんとなくパイロットみたいじゃねえか。そうでしょうか。もじゃもじゃでさっぱりわからんが、もじゃもじゃの色とか形とか生え方とかこうやつっぽいというか。え、俺様が考えそう言ってんだぜ。パピ、明日はこいつを治療してやってくれ。もしやパイロットですか。マジでディンゴがそういうのならそうなのかもしれない。ディンゴが初めてちょっと役に立ったのかもしれない。役には立ってない。早速治療を開始してくれ。アイコピーだよ。なんで朝一なの毎回。俺が寝てる間にやっといてくれへんかな。はい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 。はい。これバーナード、あ、ほんまや。レスキュー隊の服着てる。ちっちゃ。民間企業からレスキュー隊へ移籍したソーフライト2万時間超えのベテランパイロット。好きな言葉、待てば中路の日和あり。へぇー。あー、この人が。パイロットのバーナードを治療し、無事レスキュー隊メンバーが全員が揃った。じゃあメインミッションの2つ目がクリアってことやね、これで。じゃあもう帰れるやん、俺ら。帰ろうか。おい、もう動いて大丈夫なのかい。ディンゴも心配サンキューね。ミーはノープロブレム、問題なし。USA の人だった。葉っぱが取れてから不思議と体が軽いのです。これならまた洞窟で置き去りにされても一人で逃げ帰れます。ああいう、全部言うた。何のことだ。ダンウォーリー、ちょっとしたジョークです。よし、これでレスキュー隊のメンバーが全員揃ったな。では、これよりキャプテン・オリマーの救助を再開する。アイコピーです。わお、ユニークなルーキーちゃんです。ユーが隊長言ってた切り札ですね。いつ言った？ところで隊長、ミスター・オリマーの居場所なんですが、ああ、そうか、もともとそういう話は出てたのか。なんか、新人でええやつがおる。頭にいくら乗ってるけどええやつがおる。気になる西を見つけました。ん？これはパイロットが追加されたことに、はい、僕です。よろしくお願いします。ようやくドルフィン号のパーツを全て回収するメドが立ってきた。ドルフィン号のレーダーによれば残りのパーツは巨大な建造物の中にあるらしい。生命維持装置のリビットは近づいているが、もう、あと一頑張りだ。これは。復旧したレーダーで周囲を調べたところ、確かに巨大な建造物の中から救難信号が。ひょっとしたらオリマーさんはそこに。よくやった。では、トークオッチン。いつものように救助に向かってくれ。うん。そっか、こんなにいるのに救助は俺だけか。あれ？オッチン、あれ？ほんまや。あれ？どうした？オッチンどうした？え、お前もピクミンに、お前もピクミンにしてやろうか。あ、でも可愛いからまあいいんじゃない？可愛い可愛い。ずいぶん時間がかかってしまいましたが、オリマーさんの捜索を再開ですね。これで全然違う場所行ったらおもろいな。はいはい、じゃあ7000、キラキラエネルギー7000以上かつ、パイロットを救助した場合に行けるのが最後の、一番星の隠れ家。行こう行こう。これオープニングやんな。オープニングでオリマーが行ってた場所やんな。オープニングでオリマーが行ってた場所ってことは、ピクミンの動きおかしくなる場所じゃないの、ここ。なんかピクミンがみんな急に言うこと聞かなくなって、集め直してたとこやんな。え？もしかして、なんか、やべえやつがいるんじゃないの、じゃあ。どうせ3のラストのあの悲しき獣の塔みたいな感じで、またやばいやつがおるんやろ。
やばいやつがおってさ、あ、もう完全にいるのかやん。すごっ。へえ、なんかここまでがっつり屋内初めてやな。どうやってペルト履いてんやろうと思ったらそうやって履いてるんや。あ、ちょっと面白いなこれは。よし、行くぞ。オッチ、なんか新しくできること増えてないか。尻尾葉っぱになったことやし。今、トウコさんがいる場所ですが、オリマーさんがいると見て間違いありません。1データに紐づいた日誌が見つかりました。ドルフィン号の完全修復まであと少し。残りのパーツはこの見たこともない巨大な建造物のどっかにあるはずだ。ここでは今までの常識が通用しない。なんで？それからもう一つサプライズなニュースがあります。レスキューキャンプで見つかったあの宇宙船、やはりミスター・オリマーのものでした。フライトレコーダーを解析したら、ホコタテ星から来ていることが分かったんです。つまりあの宇宙船がオリマー氏のものであれば、彼の居場所を匂いで探れるというわけだな。なるほど。オリマー氏の足取りを追ってくれ。そっかそっか、匂いのシステム全然使ってなかったけど。じゃあ、お願いの、オリマー。オリマーどこ？おっちん。オリマーどこ？オリマーどこ？あー、走っていく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 、止まって！岩ピクミン、あ、黄色ピクミンと氷ピクミンと岩ピクミンか。じゃあまあ、素直におすすめピクミン出しちゃいますか。でも白ピクミンも出したいんですけどって思ったけど、そうだ。3種類までしか、これ3種類制限めんどくさいな。じゃあ、岩ピクミンが12匹までしかおらんって、じゃあ、黄ピクミンやや多めでいきましょうか。これ、お願いで、匂いだけ、匂いだけ見るってできへんかったっけ？はい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 。止まる。いや、匂いの方角だけ出してほしくて。何これ？なんか、幼虫が。何かの幼虫が。あ、おる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 、俺についてる、俺についてる。みんな、ピクミン、みんな、こいつを、どうぞ、こいつを、ピクミン、みんな、みんな、こいつ、こいつを。やっぱ白ピクミンが足早いから白ピクミンを連れて行きたいのよな、物運ばせように。って思った。あ？これは、キーピクミンやと無理か。あ、出た、キーピクミンやと高さ足りないシリーズや。まあ、ええか。ここ？入っていいの？そう。え、そんな、何のためらいもなく、モズやん。あいつも尻尾に葉っぱ生えてんのよな。ええんか？なんか、オッチン裏切れへんか？例の葉っぱ人と一緒にいた犬ですよ。今は一匹だけのようですが、あの犬に関係しそうな公開日誌がないか調べてみますね。番犬モス。私がシェルターで休んでいられたモスは外で見張りをしてくれる。それだけじゃなく、どこからともなくピクミンを集めてきてくれるのだ。へえ。やっぱりあの犬のことだったんですね。だとしたら例の葉っぱ人は、じゃあもうオリマーってことやな。ヒマピクミンおいでーってしたらこっから出てくんのか。出てきた。こんにちは。はあ、なんかピクミンパチられたんですけど。ピクミンがさらわれてしまったぞ。あの犬の目的はわからんが、何としてでも取り返すんだ。はい、おら、解散かい！どら！返せ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 60匹持ってるな。ああ、じゃああの段階で取り返せたんや。なんか、なんか死んでるやついる。え、なにこいつ。ああ、なるほど。これを上に向かって投げて、ってことか。上に向かって投げて、それが落ちてきたところにいるやつがやられるって感じね。これ拠点の位置ずらさんと、もう上に戻るのちょっとだるすぎるね。うわー、虫がいっぱい来た。こう運ぼうとはするけど、いや、もうちょっと、それは、ダメだな。運ぼうとしてくれるのは嬉しいけれども。こっから帰れんのかな？これイノシシみたいなあの突っ込んでくるやつな。この人数がいれば勝てるけど、
そもそも拠点の位置変えたすぎる。なんだこりゃ。上がってこいや。何こいつ。岩ピクミン投げてみよう。お、あー、やられちゃった。結構丸飲みされたな。こうして、ほい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 、上から行って外れた。はいはいはい、あ、そういうことね。はいはいはい、なるほど。この上についてる金色のやつが向こうの弱点になってて、弱点をこう守ってくれてる存在になっててって感じか。え、この上も行きたい。またお前かいな。もういけ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 。あ、氷ピクミン取られたの結構だる。倒した倒した。こいつ運ばれへんのかな。こいつオニオンで栄養にできへんかな。あー、そこに拠点あるやん。やっと拠点を見つけたぞ。よし、オッケー、拠点移す。やっとや。よし、運んであげて運んであげて。ちょっとキーピクミンを増やそう。若干減ってしまった。まあ、キーピクミンが減る分にはさ、全然こんなんペレットでいくらでも増やせるから、代わりなんていくらでもいるんだよって戦い方ができるけど、岩ピクミンと氷ピクミンが減っちゃうの結構困るなぁ。へこむなぁ。よいしょ。あ、こいつ突進で即死やん。なんや、あ、なんで資材運んでる岩ピクミン可愛すぎるやろ。偉いねぇ。岩ピクミンだけ異質だねぇ、なんかねぇ。あ、順番待ちしてる。面白いね、君たちは。面白い生物だね。さて、さて、あ、これとか、これで上行けますよってことでしょ。おー。これは日誌に書いてあったシェルター。うん。どうやら鍵がかかっているようですね。なるほど、なんか数字が、3桁の数字がわからないと、ってことか。これ当然この上は無理よな。お、ここ乗れそうじゃない？いやー、なんかすいませんね。ありがとうございます。これドローンって言うんでしょ？知ってますよ。お、なにこいつ？知らない生物。知らない生き物。あなたは、あなたお名前なんての？あー、これ帰りに使えるのか。おー、おっちん置いてきたね。めっちゃめちゃオッチン置いてきたね。まずくないこれ。登り紐。あー、これで登れるなのか。いや、これ、え、あ、これは壊せるやつか。壊せてるこれ。まあ、ニア掘ってるから大丈夫か。はい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 。みんな行くよ。おや、ピクミンが困ってますね。え、なんで？オッチン今かじりついてたね。まあなんかオッチンだけ置いてきちゃったのがことやし、こっち側オッチンで軽く探索するか。ほい。はい、スポンジ、卵。コンロはさすがに。あー、ダンジョンか。今オッチンファイヤーいけるからな。火事場の冷凍庫。はあ、なるほどなー。これ、どうしようかな。行ってもいいけど、そもそも、ダンジョンが全然ない。あー、はいはいはい。なるほど、ここから、ここが繋がったよってことか。で、紐を登ることによって上にも行けるようになったよと。でも結局、ここまでよな。はい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 、お疲れお疲れ。もうええよ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 。さて、え、ダンジョンが全然ないな。あー、これ、ここ掘ってたら、下か。下に繋がってたか。なるほどなー。じゃあ、こいつら倒して、ここ掘る必要があったか。ちょっと、どっちに一匹じゃ無理だね。よいしょ。あまりにも、あまりにも複雑やな、このマップ。で、あー、そっか。ここを建築することによって上に行けるようになって、で、そこを掘ることによっ
って上と机の上とつながって、このマップややこしい。あ、でもまあこっち側のフロアの1階部分はかなり探索しきったので、まあ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 、ちょっと次回以降本格的に探索してっかって感じやな。まあいいんじゃないですか、今日はのところはこんなぐらいで。今日もこれ以上できることがある気がせえへんわ。ダンジョン難しそうやなこれな。力のエレメントだけを回収してまいりました。まあそうな、これはさすがにレイパーやわ。納得です。このモスっていう犬さ、オリマーの公開日誌によく出てくるね。とっても気になるんだけど、この星のどこかで会えないかな。僕も会ってみたいです。文字だけではわからないこともありますからね。お二人、今日散々殴り合ってましたけど、一体何を企んでんですか。はあ、まだ9人しか助けてないの。9人、マジか。あ、え、これか、力のエレメント。あー、なるほど。じゃあダイヤモンドっていうか、トランプのハートとクローバーをあと1枚ずつ見つけて数字がわかるよって感じか。なるほどね。20日目、やることが多い。ここに来てやることが多い。あとオッチンの尻尾はええんか。なんかもう普通に見過ごされてるけど、ええんか。あの、パピオンさん、薬余ってませんか。この子に飲ませてあげてほしいんですけど。多分この子も葉っぱ系になります、このままやと。